あもうねやっぱりなんかもうショー、ショーでしたあのあ<ー>こっちのュ、ねまあ、ミュージカル、うん、ザ・ミュージカルですけど、うん、本場のものはもっとこうナイト感がすごいまたちょっとねテイストというか違いますよね、うん、なんかこう高揚感がクリスチャンと同じように、うん、クリスチャンの気持ちがすごい分かったんです。やっと

いやそりゃいいものになるよっていう確信を持ったままこう劇場に入れたのでそこは、まあ他の国がどうとかじゃなくて、うん、皆さんも、ね、それぞれもちろんあるでしょうそうですね、まああのやりたい、今年やりたいなっていう夢はおおそのか他の海外のカンパニーでよく野外でこのムーラン・ルージュの楽曲をプロモーションしてるのをよく見るんです、ね、あかあ そうか私だけ出てでい大丈夫大丈夫大丈夫そういう盛り上がりがねムーラ・ヌ・ジュー・ザ・ミュージカル自体も日本に来た時にすごい革命を起こしたんじゃないですかそういうこうやったことないことをどんどん挑戦していける作品なんだなっていうのを去年やって思って広がりがそれこそもうファンの方もミュージカルを始めてみてでムーラ・ヌ・ジューじゃない作品も 見てみましたみたいな方も結構いらっしゃったんでこ、うん、から始まる僕にとってもその、まあ、最初は見る,見る場所だと思ってたので,、うんでまあ、歴史ある劇場で重厚感もすごいですしこの歴史のある劇場でいろんなドラマが生まれてきたんだなっていうのを見てた時は思ってたんですけどそこにいざ自分が立つってなった時になんか不思議なマジックにかかった。 なんか自分が帝国劇場の舞台にいるっていうのがそれこそもうムランジュルジュで出るみたいな感じでそもそもそこが夢のような感覚でそれね匂いなの <laughs> い原因は匂いなんですねれそれのあれ,あれ匂いなんですね匂いか来たっていういやでも本当にそう匂い五感五感なの五感五感でこう低撃を感じるのがすごくこうまあ、記憶に 残ってたのて <laughs> でもやっぱりそのねもうね何年も前から歴史のあるところで,でこういう時代の切り目にこういうふうに作品であの携われるっていうのはすごくこう光栄なことですしで今の帝劇なくなっちゃうのも寂しいんですがまた、ね、新しくなった帝劇を をどうそこでどう歴史を作っていくかっていうのももちろん大事なことだと思うのでそこは一人の俳優として頑張っていきたいなとは思ってます海君たちの世代が、ねま、た新しい定劇を担う、はい、本当にメインの世代になるでしょうから、はい、素敵な匂いを作れるようにお願いしますよ、ええ。<laughs>